Cicito koto sereno minaniyotte. Amen. Shu Yesu Kristo no megumi, kami no ai, sereno majiwari ga minasan to tomoni. Mata anata to tomoni. Kyo no misa no iko wa, ko sirulamo abate sama no ansoku no tame, mata gukasoku no tame ni sasagimasu. Minasan senaru saigyu okunao mae ni, watashitachi no tsumi o mitome, yurushi o negaimasu yo. 全能の神と兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリアすべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。全能の神よ、私たちがいつも聖霊の光を求め、言葉と行いをもって御旨を果たすことができるよう導いてください。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、悠々とこしえに息を収められる御子、私たちの主イエスキリストによって。アーメン。第一朗読、ダニエルの予言。ユダの王ヨヤキムが即位して3年目のことであった。バビロンの王ネブカドネザルが攻めてきてエルサレムを包囲した。主はユダの王ヨヤキムとエルサレム神殿の祭具の一部を彼の手中に落とされた。ネブカドネザルはそれらをシンヤルに引いていき、祭具類は自分の神々の宝物蔵に納めた。さてネブカドネザル王は侍従長アシュペナズに命じて、イスラエル人の王族と貴族の中から体に難点がなく容姿が美しく、何事にも才能と知恵があり知識と理解力に富み、宮廷に仕える能力のある少年を何人か連れてこさせ、カルデア人の言葉と文書を学ばせた。王は宮廷の肉類と酒を毎日彼らに与えるように定め、3年間養成してから自分に仕えさせることにした。この少年たちの中にユダ族出身のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤの4人がいた。ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出た。神の御計らいによって侍従長はダニエルに好意を示し親切にした。侍従長はダニエルに言った。私は王様が恐ろしい。王様ご自身がお前たちの食べ物と飲み物をお定めになったのだから、同じ年頃の少年に比べてお前たちの顔色が悪くなったら、お前たちのために私の首が危うくなるではないか。ダニエルは侍従長が自分たち4人の世話係に定めた人に言った。どうか私たちを10日間試してください。その間食べるものは野菜だけ、飲むものは水だけにさせてください。その後私たちの顔色と宮廷の肉類をいただいた少年の顔色をよくお比べになり、その上でお考え通りにしてください。世話係はこの願いを聞き入れ、10日間彼らを試した。10日経ってみると彼らの顔色と健康は
宮廷の食べ物を受けているどの少年よりも良かった。それ以来世話係は彼らに支給される肉類と酒を除いて野菜だけ与えることにした。この4人の少年は知識と才能を神から恵まれ、文書や知恵についても全て優れていて、特にダニエルはどのような幻も夢も解くことができた。ネブカドネザル王の定めた年数が経つと、侍従長は少年たちを王の前に連れて行った。王は彼らと語り合ったが、このダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤと並ぶ者は他に誰もいなかったので、この4人は王のそばに仕えることになった。王は知恵と理解力を要する事柄があれば彼らに意見を求めたが、彼らは常に国中のどの占い師、祈祷師よりも10倍も優れていた。神の御言葉。私たちの先祖の神である主よ、あなたに賛美。あなたは悠々に讃えられ、崇められる。あなたの栄光の聖なる名に賛美。その名は悠々に讃えられ、崇められる。神の名はあまねく世界に輝き、その栄光は天にそびえる。あなたの栄光聖なる神殿の中にあなたに賛美。すべてに勝りあなたは悠々に讃えられ崇められる。よく座におられるあなたに賛美。すべてに勝りあなたは悠々に讃えられ崇められる。神の名はあまねく世界に輝き、その栄光は天にそびえる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。目覚めて用意していなさい。人の子は思いがけない時に来る。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。ルカによる福音、主に栄光。その時イエスは目を上げて金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そしてあるますしいヤモメがレプトン銀貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、このますしいヤモメは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆あり余る中から献金したが、
この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。主の御言葉、キリストに賛美。貧しいヤモメをイエス様が褒められたということ、今日のルカ福音書の内容です。なぜかというと、すべての生活費を神様に変えられたということを返す、そういうことを、この貧しいヤモメは素晴らしいことをイエス様が褒められた。私たちも一人一人、他人に対して、また神様に対して、すべてを返すかどうか、私たち一人一人考えさせられることではないでしょうか。最終的にこの世を去るときは、何も持っていかない。ただ神様に帰る、またすべては神様からいただいて、神様に返すということを、この貧しいヤモメを私たちも学んでいます。今日一日、私たちの志において、貧しい人のため、また神様のために、すべてを全身全力を果たすことができますように、このミサを捧げますよ。アメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの福井の近づきとなるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。神よ、この供え物を聖霊によって尊いものにしてください。心からの奉献を受け入れ、主と結ばれる私たちを永遠の供え物としてくださいますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは、キリストのうちにすべてを一つに集めることをお望みになり、その道あふれる命に私たちを預からせてくださいました。キリストは神の子でありながら、自分を虚しくし、十字架の血によってすべてに平和をもたらして、あらゆるものの上に挙げられ、従うすべてのものに永遠の救いをお与えになります。神の意向をあがめ家の敬をすべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。Oh.
まことに聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される。私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、清子、フランシスコ、私たちの好きをトマサクイナスマイダマンヨと、ウサ好きをパウロサカイトシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。この日から、あのもとに召された、シルラマンで心に留めてください。洗礼によって、キリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれますように。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母、乙女マリアと聖ヨセフ、使徒とすべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アミン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えますよ。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧みに、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯一とこしえに。アーメン。主の日和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。Amen.
世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。神よ、命の糧に養われ、感謝の祈りを捧げます。キリストに結ばれた人が、聖霊に導かれ、正しい道を歩み続けることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。マリア様、取り付きによって、子、シルラもアバーテ様のために祈ります。アビマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、これよりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の詐欺を終わります。行きますよ、主の今のうちに。神に感謝。
you.